レジナルド・ジョージ・ゴリジは、アメリカ合衆国の地理学者。オーストラリア・ニューサウスウェールズ州、ダンゴック生まれ。レジナルド・ゴリジとも表記する。アメリカのカリフォルニア大学サンタバーバラ校で、地理学の教授を務めた。2009年に教授能力研究講師に指名された。同年に、カリフォルニア州ゴリータで成居。生涯に16冊の書籍を執筆、編集し、 100編の寄稿を行い、150以上の学術論文を発表した。ゴリッチは行動地理学の先駆的な研究者である。1970年代に行動地理学が人文主義地理学的アプローチと分析的アプローチに分裂した時には、校舎の主たる提唱者となった。1984年に視覚障害者となり、研究の焦点を障害の地理学に移した。また、 視覚障害者のためのグローバルポジショニングシステムの一つである UCSB パーソナルガイダンスシステムを心理学者のジャック・ルーミスやロベルタ・クラスキーと共に開発した。アンカーポイント理論アンカーポイント理論はレジナルド・ゴリッジが提案した人間の空間学習の過程を示した理論。アンカーポイントとは船の怒りという意味である。この理論は 新しい土地にやってきた住民が周辺の環境をどう認知するかというもので段階を追うごとにメンタルマップが発達するというものである。第1段階では主要な結節点である自宅、職場、商店などの位置とそこへ至る経路を第2段階では第1段階で習得した結節点や経路の周辺にある新しい結節点、道路を第三段階ではこれらを確認 レクリエーション施設や他の商店などをそれぞれが学習することでメンタルマップが大きく複雑になっていくと説明した。メンタルマップの発展は各人にとって生活上の重要度に応じて段階的に拡大する。故に人々の空間認識の広がりと結節点と経路のつながりの複雑化や広がりには関係がある。ありがとうございます。